楽しみね。なんとかここで勝ってほしいわね。ただいまより投票受付を開始します。近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。スタートを切りました。12頭ちょっと出遅れたんでしょうか。7番シリウスベズエングル、ダッシュがつきません。果たして先頭に行くのは。花を切ったのはシーザースターズ、シャドウゲイトがかわしていきました。ダイワキング、それからノットナウケイト、6番バラヌール、それから11番カタノミラクル、そしてその後ろから10番ワイワード、8番フェイシフルサン、シリウスベズエングル。オレンジの帽子にご注目ください。これが1番人気のザーゲイン、デビッドジュニアがその後ろ、2番ミリタリーアタック、これがしんがりであります。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭を行くダイワキング、2馬身リード、これを追って1番シャドウゲイト、それから5番ノットナウゲイト、外から1頭シーザースターズ、そして5番手に6番バラヌール、カタノミラクル。世界の舞台で実力を証明するか。そしてその後ろから10番ワイワード、フェイシフルサン、7番シリウスベズエングル、これが1番人気のザーゲイン。武豊騎手、この手応えはどうか。その外からは4番デビッドジュニア。さあビッグベンを左手に世界の強豪が直線に入ってまいります。カタノミラクルは6番手といったあたり、先頭岡部とダイワキング、懸命に粘ったダイワキング、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。外からはシーザースターズが来ている。カタノミラクル懸命に追う。間から1頭カタノミラクル、先頭岡部とダイワキング、ダーゲイン先頭、勝ったのはダーゲインだ。あとは写真です。馬が戻ってきたわ。ちょっと聞いてよ。そういえば、知ってるかしら。ちょっと聞いてよ。知ってるかしら。気合い十分ね。嬉しそうね。そういえば、いい感じじゃない？いい感じだわ。
感じじゃない？嬉しそうね。知ってるかしら？元気いっぱいね。いい感じだわ。いい感じじゃない？まずまずかしら。トレーニングの成果を見せなさい。ただいまより投票受付を開始します。今年のドバイミーティングも残すは2レースのみとなりました。ドバイシーマクラシック、さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭、2番オミクロン、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。先行するのは何か、先手を取ったのはコリアーヒル、その外からはラズカラ、肩のミラクル、内を通ってスルスルとプリンスアーチが上がっていきました。10番フェニックスリーチ、ファイトイヤコーナー、パワーズコート、どのように差を詰めていくか。5番タイクーンが上がってまいりました。その外に7番グレイズイン、オミクロン、その外チェリーミックス、バラーヘル、これがしんがりであります。もう一度先頭に戻りましょう。これが先頭、4番プリンスアーチであります。外を通りましてコリアーヒル、それからもう一頭ラズカラ、外を通って肩のミラクル、その後ろ5馬身くらいあって10番フェニックスリーチ、そして6番手にファイトユアコーナーであります。タイクーン、グレイズインがその後ろ、これが1番人気のパワーズコートであります。オミクロン、それから足毛の馬体チェリーミックス、1番後ろにバラーヘル、まもなく第3コーナーに差し掛かります。もう一度整理しましょうか。先頭は依然としてプリンスアーチ、その後ろでやりましょうかコリアーヒル、そして外からはラズカラ、肩のミラクルと竹豊、名コンビはここにいます。それから離されまして10番フェニックスリーチ、そしてその後ろから1番ファイトユアコーナー、タイクーン、そしてその外に7番グレイズイン。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。
旗のミラクルは4番手といったあたり。さあ先頭はプリンスアーチが1馬身リード。先頭はプリンスアーチ、2番手に外から旗のミラクル、外からは旗のミラクル、抜けた抜けた、12番旗のミラクル。グレイズイン抜群の手応え、グレイズインが3番手、先頭は12番旗のミラクル。グレイズインが差を詰めてくる。内か中か外か、3頭の争いになった。戻ってきたわ。